まあここからは再生医療と HLA なんですけども、まあ、その前にちょっと移植免疫の,あのイントロダクションというのをちょっとさせていただこうかなと思います、えーまあ、あの先ほどのやつも HLA とか MHC の話したのを要するにこういう話をしたいからでなんで移植炎が拒絶されるかのメインは何かというとこの MHC の分子というのが、まあ、人によっても全然 この多形性があるからなんですね人によって全く異なるからと、えー。で、それはだからアミノ酸レベルでいうと、その1個や2個じゃなくて5個、10個という激しい多形性があるわけですね。でそれを、まあ、イメージイラストにしたのがこれで、この、まあ、父型由来、母型由来の人それぞれの1つのセットを、まあ、ハプロタイプと言うんですがであの、それぞれでアミノ酸レベルでの違いでいうと、あの a であった。a というものだけで何百種も違いがあるとこれがだから、結局あの合計して10人このってるからまあ、イメージで言うたらこんな感じなんですね。はいまあ、こういうのはだから竹製何百もあるのはねと言うたりします、えー。でですね。なんでこんな仕組みができたのかと。まあ、よく、あのなんか免疫学の本で何とかの。ちょっと人文系の人向けに書いたやつは、あのこれはあの。やっぱり事故。 確立するため自己と他人を区別するためのものでその延長線上で病原体を今日あの排除しているなんて書いてあるものがあったりするんですがそういうものではなくてですねあくまでも感染症に対して進化してきたものだとあの極端なあの例で考えると,、えー、と全人類があの1種類しかなかった時にあるウイルスがあ病原体が来て。で その HLA の中にうまいこと乗っからんかったらですね全滅してしまうわけですねでもアミノ酸が違う変異があってその,の A2 というのを持っている人はうまいこと乗ったらこの人たちは生き残ると、えー、でですね遺伝子というのはセットで七型の型セットで持っているので A2 を持っている人は大抵相手型で A1 持っているのでこういうことが起こると A1 プラス2というふうに増えることになるんですね。で、このことを繰り返して何百種類もできてきたというのが、まあ、そういう理解があのなっているわけです。で、国会植免疫の基本なんですが、あのまあ拒絶の種類ですね。あのこれはあの HLA が不一致した場合の拒絶反応あので見ていきます。まずこれはまあ、超急性、急性拒絶それから慢性拒絶というふうに わかります。これはそれぞれ仕組みが違います。えー、で超急性拒絶というのは、基本的には抗体が引き起こすもので、一、まあ、週間以内に起こるものですね。例えば、HLA に対する抗体ができてしまうと起こります。まあ、どうやってできるかというと、まあ、輸血をしていると、まあ、赤血球は HLA。出していないとはいえです、ねあのまああの、なんだかんだでちょっと混じってたりとかして。 いろんな HLA ができてしまうであとは妊娠ですねあの妊娠した場合胎児は父親由来のつまり母親と違う HLA を基本持っているのでそれに対して抗体ができてしまうということになりますで急性拒絶と慢性拒絶ですがこれはどっちもが T 細胞が主に起こす反応ですがあのちょっと構造が違いまして T 細胞が起こす反応の中で 直接認識というのがあってレシピエントの T 細胞が移植園の自分とは違う HL の上に乗ったあの抗原を見てこれであの活性化されてしまうんですね活性化される、えー、結構こういう反応が起こす T 細胞が全体の5%ぐらいあると言われてましてあの割ときつい反応が起こります、えー で、関節認識の方がむしろ簡単で、ですね HLA 分子はアミノ酸配列が違うわけですから、異物として、まあ、普通に取り込まれて消化されて反応するような T 細胞とか抗体が、こちらだから何ヶ月もたってできてくるので、慢性的にあの、まあ、あの分かりやすい免疫反応です。だから直接認識